一つの流れが行き着きし先で、あまたの暴流は生まれ出る。その一つ一つの結末に真意的な価値はほとんど存在しない。しかし変えがたい経験は生まれる。私と私たちには不要。しかしそれはあなたたちにとって不可欠なものであることは理解した。これまでと異なるところはそこだ。私が理解し、私たちが許容し、そしてあなたが受け入れた。いや、受け入れてくれたかは未だ判断に値せずだろう。私と私たちは謝罪する。新たなる流れの中で見出す事実がいかなるものかはあなたたちが自身で判断していくべきものだ。その結末を、その裁定を、私と私たちは見、受け入れ、知るためにここにいるのだから。ん？過去の出来事の話？ダークファルスが出てきた時の話が聞きたいって？そりゃ習った部分なら俺だって多少は覚えてるけど、あーでもどうかな。俺座学苦手だったし、全部合ってるかどうかはわからないけど、それでもいいなら。俺が覚えている限りだと、ダークファルスって名前が出てきたのは2回だな。40年前の戦争と10年前にあったあれ。40年前のはあれだよ、ダークファルスエルダーを倒したってやつ。まあ実際には倒したんじゃなくて封印したってのが正しかったみたいだけどさ。その時の主力メンバーだった3人が三英雄になったんだよ。三英雄が中心になって、その戦争でボロッボロになっちまったアークスを立て直したって流れのはず。で、あと1回は10年前、ダークファルスによるアークスへの大規模攻勢。あれの顛末は確か2代目のクラリス・クレイスの力でダークファルスどもを押し返したはず。でもそれで亡くなっちゃったらしくて、今のクラリス・クレイスは3代目。確かあの時は他にも有名な人たちがたくさんやられて、とにかくひどい被害だったぜ。あれでどんだけのシップが落とされたんだろう。アークスだけじゃなくて一般市民にも被害が及んでさ、俺の姉ちゃんも行方不明に。あーとすまねえ、そういう話をしてるんじゃなかった。まあそんなところかな。曖昧なところが多いのは勘弁な。なんか思い出せなくてさ、過去の出来事を振り返ってみるとまだ今回はマシな方なのかもな。身近な人がやられたってのは結構答えるけど。ああいや、ゼノさんはまだやられたって決まったわけじゃないよな。うん、そうだ、行方不明なだけだからな。大丈夫大丈夫っと。
聞こえるか、聞こえるだろう、俺の高らかな叫びが。言わずと知れた六房金庫、俺ことヒューイ参上。おい、そこのアークス君たち、モニターから目をそらすんじゃない。俺だって何も水鏡でモニタージャックしたりはしないぞ。六房金庫からの大切なお知らせだ。みんな、先日のダークファルストの決戦では頑張ってくれたな。みんなのおかげでなんとか奴を撃退することができた。俺たちの勝利だ、勝利。そこでこの度の勝利を記念して、一つ俺たち主導の催し物を開催しようと思う。その名もアークス大戦技祭。主催は俺、レギアスからの許可もバッチリもらっているから心配するな。日頃の鍛錬の成果を見せつけるようなどでかいものを考えているから、楽しみに待つように。ではさらばだ。君か。ごめん、ぼーっとしてた。さっきの連絡見た？アークスの大々的な催し物だってね。君も参加するんでしょ？私はちょっとまだそういう気分にはなれないかな。ゼノがいたら一問二もなく参加するって言い出すだろうな。早く戻ってくればいいのに。あ、ごめん、しんみりさせるつもりはなかったの。気にしないで。それじゃね。どうも。アークスの催し物。ああ、さっきモニターから聞こえてたやつですか。僕は興味ないですよ。僕の興味はただ一つ、どうやったらもっと強くなってダーカーを消せるかだけです。ダークファルスだってシガにもかけないほどの力があれば、僕にそれだけの力があれば、彼女は死なずに済んだんだ。教えてください、どうして彼女が死ななければならなかったんですか。どうして彼女だったんですか。彼女は才能はないけど努力して必死に頑張ってきていたのに、ようやく夢を叶えようとしていた、それなのに。すみません、意味のない質問でした。何も考えず全てのダーカーを消せばそれで終わりですよね。うん、分かっていました。それが僕にできる唯一のことで、無二のことのはずですから。では僕は行きますね。皆さんが催し物に参加しているうちにもっとたくさん消してこないと。おや、君か。ほら、エラ君、ここで挨拶だ。アークスよ、こんにちは。これでいいのか。少しぎこちないが、まあそんな感じだね。挨拶は警戒心を解きほぐす。覚えておくといいよ。そういえば、君は噂の戦技大会にエントリーしたのかい？何？そろそろ開催するという情報を聞いたのでね。何でも誰かと組まなければいけないそうじゃないか。相方の目星はつけているのかい？大会自体はどうでもいいんだが、君の活躍には興味があるんだ。アキ、戦技大会とは
何？そうだな、わかりやすく言うならアークス同士の力比べだろうか。力比べ、それは面白いことだ。あなたは出るのだろ。アキはどうするのだ。あいにくだけど私は興味ないよ。なら私が出たい。力比べには自信がある。レラ君、君本当にカンナギなんだよね。よう、元気にやってるか。そういえばこの前のあれ、ヒューイが宣伝していた戦技大会をそろそろ開催するそうだ。なんでも誰かと組んでの参加が必須らしい。集団戦闘時における総合戦力の確認といったところだろうな。まあ理にはかなっている。パーティーを組んでの戦闘こそがアークスの本質だからな。ああ、もしお前がまだ相手を決めていないのなら俺と組まないか。よかったら当日の開催時に声をかけてくれ。ではまたな。こんにちは。元気そうで何よりね。元気といえばあのヒューイが計画していた戦技大会、そろそろ開催するそうよ。参加するための条件はパーティーを組むことだって。集団戦闘の能力を確認するつもりね。これからは強大な敵に協力して立ち向かうことも多くなるだろうし、理にはかなっていると思う。あなたはもう相手を決めたの？もしまだ相手を決めていないんだったら私と組まない？別に今決めなくてもいい。当日開催時に声をかけてくれればそれでいいから。それじゃまたね。おやおや、誰ですか？あらあら、あなたですか？それじゃあ打たないでおきますよ。お祭り騒ぎが始まるまでは怒られちゃいますからね。そういえば戦技大会とかいうお祭り、そろそろ開催するそうですよ。でもですね、ちょっと少しがっかりなルールなんです。誰かと組まなきゃいけないんです。リサは一人で思いっきりやってやりたかったんですけど。残念ですね。まあルールの中でなんとかやるというのも燃えますから、それはそれでいいんですけどね。あなたは誰と組むんですか？リサは空いてますから誘ってくれてもいいですよ。もちろんリサが怖くなければですけどね。ではそれではさようなら。またお会いしましょうね。こんにちは。突然ですがいきなり質問です。あなたは戦技大会に参加する？
するよね、するでしょ。うん、そうだ、しようしよう。はい、決定。そんでもって、戦技大会ってルール上パーティーを組んでの参加が必須なんだよね。はい、そこで第二の質問。あなた、誰か組む相手決めてる？決めてないよね、そうでしょ。よし、ここでとびきりのヒントだ。なんと、今あなたの目の前にたまたま空いてるアークスがいます。誰かな、誰だろうね。それはきっと私のことね。誘ってもらえるなら喜んで。ちょ、違う、私無視してティアだけ誘うとか、ダメ、ありえない。なんでだって、私とティアは2人揃ってのパティエンティアなんだから。その割に私を置いて一人勧誘を始めてたのは誰？だって戦技大会面白そうなんだもん。堅苦しい催しだと考えてたから、どうでもいいやって思ってたのに、なんかそんな感じじゃないし。はあ、ということでパティちゃんは戦技大会に参加したいんだって。今なら漏れなく私ことティアも一緒にくっついて協力するから、誘ってもらえると嬉しいかも。誘ってね、誘ってよ。誘ってくれなきゃ呪っちゃうぞ。このバカのザレ言は気にせずに、気が向いたら誘うぐらいの考えでいいからね。挑戦者が参戦か。よしよし、もっと集まれ。参加者は多ければ多いほどいい。舞台はナベリウス。新人から一気に駆け抜けるスコアアタック大決戦。この前のダークファルス復活で増えてしまったダーカーを蹴散らすこともできて一石二鳥だ。君も一緒に騒ぎ、もとい高め合う相手を選んで戦場へ。参加を待っているぞ。来た。やっほー、待ってたよ。どうも、誘ってくれてありがとう。ふっふん、私たち二人と一緒になれるなんて、あなたはとっても幸せな人だよ。まあ、大船に乗ったつもりでこのパティちゃん様に任せておきなさい。乗せずに出航しそうな勢いだね。まあ、今回は私も一緒だから、うまく舵取りしてみせます。さーて、そろそろ始まるかな。バトルロイヤルじゃなくてスコアアタックってところですが。まあいいです、我慢しちゃいます。何にせよ打って楽しんで打って壊せるんですからね。やり方がうまいほど褒めてもらえるなんて最高の環境ですよ。おやおや、あらら、そろそろ始まりですか。
私はそこまで乗り気ではなかったんだけど、あなたに誘ってもらったから。でも参加するからにはいい成績を出したいと思う。一緒に頑張りましょう。そろそろ始まるみたいね。お、来たか。待っていたぞ。せっかくの催しだ。やるからにはいい成績を狙いたいもんだな。それに誘ってもらった手前、俺の実力も見せねばなるまい。さあ、そろそろ始まるようだぞ。